こんばんは。よいよい。今日も皆さんお疲れ様です。ハリタン1番ありがとう。今日もアキヤン新一、あ、そうそうそう、あのインスタにも昨日かな載せたんですけれども、あ、ちょうど今つけたとこよ。しかもこのいただいた肉球リップ、肉球で名前となんて言うんだろう、めっちゃ可愛くないこれ。このリップね、中もちゃんとねこんな色でめっちゃ可愛いんですよ。オレンジっぽいやついただきまして、ここにもなんか書いてて猫のスタンプみたいな、ありがとうございます。ほんでここ肉球ちゃんとプニプニしとるんでしょ、これ可愛い、ありがとうございます。結構色がつくんでね、すごい便利。たくさん、のりたまありがとう。ミーシャさん、大将さん、ケンジ、ネコさん、フェルナンデスさん、ユウイチさん、ジージ、フジモンさん、テルテルさん、バンクーバーさん、ダイクさん、ベクポアさん、コロボ、あ、あ、そうなんですよ。台風がね、直撃、なんか変わったんよね、進行方向が。で、なんかこっちの日本側に来るって、西日本だっけ？あ、関東も来るんですか？そっか。ほな、みんな危ないね。そうよ、コロボ、コロボのが早くに来るよね。気をつけてみんな。かんちゃん、まみしばさん、ぐっち、まれーさん、あさみさん、ひろひげさん、のぶさん、ヘビークボさん、ひでゆきさん、えいじさん、じいさん、まいかぐらさん、あっちいけりんすさん、おすしさん、スタンコさん、いずきゅーんさん、どうも。なんか髪が、おこげさん、ドームさん、絶対結婚しような、ちさん、ヘビ、あれ、ヘビクボさん、ありがとう。しげさん、リラックマさん、ポップマスターさん、おかきさん、ありがとうございます。ゆうたんさん、きょうじゅうさん、あださん、ありがとう。あ、ロッピーさん、ほんと、もう明日届くんだ、パインアメのうちは。誰だろう、多分あのサインをね書いてると思うけん、さくらはどうだろう、わからんけど、3人のはね多分サインもついてると思うので、ぜひわかるね、届いたら。おひつりさん、ありがとう。今日は新しい白 T で、またまたいただいた白 T なんよこれ。アディダスだっけ、どこのだろう、わからん、なんかいただきました。ありがとうございます。ね、肉球かわいいのよこれね、のりたま。けんすけありがとう。今日は片耳出してみました。のんちゃんさん、やかん、ありがとう。ひろひなさん、のむさん、こんばんは。かりたん、カウントありがとう。スコールさんに、きんちゃんさん、カーライルさん、ありがとう。いや、そうなんよ、奉納ライブもねちょうど直撃しとるというか、まあ、17に来るって言ったんやったっけ。こっちってどれ、いつ頃来るんだろう。なんかちょうど当たりそうだなと思って、台風大丈夫かな。ムラピーさん、あ、長崎に台風来るんだ明日、大変や。ちいち、肉球の形にリップがつくのかな、ハンコみたいなってこと。いや、それはなんかでも模様は描いてた、肉球の形で。で、普通にハンコみたいなんではなくて普通に綺麗に塗れます。ローマ字のマサさん、こんばんは。ミセヒロさん、お、ハゲさん、ありがとうございます。そうよ、ヤマピ、台風来るんよ。私天気の子だから大丈夫。どうだろう、雨の時にだけ活用さ、あの効果が生まれるかもしれん、私は。わからん。結構台風に見舞われること多いよね、私。なんか雨とかは降らんのやけど、あの行き帰りでめっちゃ台風やったりすること多いよな、お仕事の。スタンコさん、カウントありがとうございます。おこげさん、本当カメラ使ってないよ。あ、でも新しい携帯12プロなので画質いいのかな。ユッキーさん、のんちゃんさん、ひろしさん、こんばんは。カタカナの
それは心配すぎるわ。明日我が輩が配信に来なかったら吹っ飛んだと思ってねって。心配やわ。いすずさん、ミミックさん、こんばんは。おさびさん、かわいいに、ゆっきーさん、だるまハート、ありがとう、めっちゃ。あ、ヒロスマップさん、バコハーツ。ほんとやね、9月20日、祝日の日じゃ。敬老の日だって。わいわーい。おじいちゃん、おばあちゃんに。ありがとうよ、なんか。みやびさん、こんばんは。スコールさん、プチ、ありがとう。あ、そうです、後ろのペットボトルはアベマ TV さんでいただいたやつ、楽屋にお水置いてくれとって、それです。それはアディダスではなさそうで。そうだよ。でもね、これね、アディダスと一緒にもう一枚ね送ってくれとって、それはねバリバリアディダスやったんよ。これなんだろうね。え、これでもなんかどっちもね、いただくときになんか買った T シャツでアディダスのやつ小さい件送るねみたいな言ってくれとった気がするんやけどな。そうなんだって、うちは明日届くんだって。ヤマピ、ヨシパパさん、ありがとう。ミセヒロさん、クラッカーありがとうございます。おー、野菜炒めさん、愛媛の鶏皮焼き鳥美味しそうですね。え、どれで見た。え、美味しいよね。マミシバさん、プチ、ありがとう。松山市民のひなほちゃんに質問です。松山ってどうして唐揚げ屋さんいっぱいあるの。え、ほんとやね、なんでやろう。なんか私らのこの町ってタピオカ並みに唐揚げが流行っとんですよ。多分なんかそれでどんどん唐揚げ屋さん増えていっちゃって、もともとそんなに多くなかったんよ、多分町商店街とかになかったんだけどね。なんかね、みんながね、タピオカの身に並みに食べるけんね、唐揚げを。どんどんお店が増えちゃって、めっちゃ多いんですよ、今、唐揚げ屋さん。パパパルさん、カウントありがとうございます。こんばんは。おー、バルコニー。またおしゃれな。今日結構涼しかったよね。あ、グレイトフルテッドというバンドのマスコットのクマのワンポイント。あ、ゆずきゅんさん、ありがとう。なるほど、バンドの方のやつなのか。グレイトフルテッドっていうバンド、調べてみよう。ぬくもりさん、プチ、ありがとうございます。もうちょいやね。1万4000人様までフォロワー21人、すごい。デメキンさん、おさるさん、ひらがなのけんさん、マロウさん、ありがとう。チロトマさん、いらっしゃい。キミコさん、お疲れ様です。おひつりさん、バラありがとう。あ、ほんとコロボ。あ、じゃああれだな、どうだろう、ライブ、どうだろうね。あ、台風は明日の配信の時間あたり、夜ってことかな。ケンスケ、デメキンさん、あら、具材ありがとう。カップヌードルのゴエモンさんに、カタカナのカズさん、こんばんは。あ、本当ありがとう、コロボ。35分。あ、ちょっと遅れとるな。明日降ったり止んだりだって。いやー、天気が悪いよ、本当に。秋晴れとかって見たいのに。ね。おー、ポップマスターさん、お疲れ様。午前中病院で検査、午後からテレワーク。お疲れ様です。病院行ってたんだね。タツノクラさん、てっちゃん、いらっしゃい。あ、月見バーガーシリーズ3個？え、すごい。それはすごい。3つ食べたの？バーガー。めっちゃすごいやん。しかも結構ボリューミーよね、月見バーガーって。デメキンさん、具材たくさんありがとう。オッキーさん、こんばんは。奉納ライブといえば、月刊住職って雑誌、マジであるって知ってる。知らんかった。住職さんのってこと？どんなんなんやろ。お経のやつとか書いてるのかな。いろんなお経みたいな。ユッキーさん、プチ、ありがとうございます。あ、そうだね、ヤマピ、確かに新潟のね、時も台風だったけど、ステージの時は晴れたって。そうな、行き帰りが大変やったけど、そうや、ステージ
の時晴れとった気がするな。まゆまゆさんこんばんは。フジモンさんセミありがとうございます。え、本当パン屋め早い方は届いてるみたいですよ。だってああねえのりたま、そうや、新潟の移動大変だったんですよ。ようちゃん、かつぽん、コンドルさんありがとう。大文字のくにさんさんありがとうございます。おお大工さん楽しみ、オンライン特典会ありがとうございます。当たってくれたのか。ひろさんこんばんは、ローマ字の。つっちいらっしゃい。今日のお供はセブンイレブン新商品スイーツ、お芋とリンゴの秋パフェ。めっちゃ美味しそうじゃん。セブンのスイーツってめっちゃ美味しいよね。あの白いさたい焼きみたいなの売っててもちもちのめっちゃ美味しいんだけど、あれ秋のやつ食べてみたいな。ケンジ花束ありがとうございます。ヒロくんお帰りなさい、お仕事から。ちょうどアバターもうちわ持たせてたから。あ、これうちわ持ってるんだ。ほんとだ、うちわ持ってるじゃん。タイミング良かったパンやめって、ほんとだ、良いね。ヤモピジジレインボースターありがとう。おひつりさんプチありがとうございます。ありがとう。あれ、そう、私がさ1週間ぐらい前だっけ、なんかマンゴージュースって言ってさ缶詰持ってきてるやんみたいな日あったやんか。あの缶詰みたいなんして飲んだやつ、あれ本当に飲み物やったやって、やったやってっていうかそれやけん買ったんやけど、あのちゃんと書いてましたんで、おひつりさんがつぶやいてくれとったんや、それをちゃんと飲み物でした言うて。そうなんや、素晴らしいフォローありがとうございます。なんかもうそうなんや、もうみんなにあれは缶詰だよって言われてから、もう逆に私ももう缶詰じゃんって缶詰で信じてたからびっくりしたな今日。マルヨンさんこんばんは、ありがとうございます。ね、松山市民の皆さんは多分唐揚げ好きなんですよ。みんなね、もう桜並みではないけどメンバーもみんな大好きで唐揚げ。ジージにおひつりさんハートありがとうございます。あ、バラモダジージありがとう、10個も。さとしさんカウントありがとうございます。カリーチュとエベレストフードないのきついね、鳥取。そうなんだ、カリーチュめっちゃ美味しいよ。竹パパさんこんばんは。ちなみに人口あたりのパン屋の数も日本一。そうなんですか、すごー、みんなパン大好きだもんね。すごいね。なんでだろう。ケンジありがとう、新しい白 T です。ねえ、ワンガンボーイさん楽しみだね、 M リーグ新しいの始まる。もう今回全然違ったM リーグになりますね。選手の皆さんも変わられて。ケンジセミありがとうございます、ありがとう。ケンスケセミありがとう。ひなほは怖いもの好きだけど最近話題の宇宙旅行は行けるものなら行ってみたい。私怖いもの好きじゃないよ全然。あのお化け的な感じは無理よ。お化けとかそのホラー映画とか無理です。あのジェットコースターとかは好きなんですけど、最近話題の宇宙旅行、宇宙話題なの、宇宙旅行が、宇宙旅行行けるものなら行ってみたい。なるほどね、行きたいですね。でもそんな何十年とか何年もかかるのはちょっと厳しいよな。なんかそこだから寂しくなる、ホームシックになりそう。草やんセミありがとうございます。この間アイドルライブで最前に行ったら特典会で熊のぬいぐるみみたいと言われた誰に言われたあ、そのチェキ会の時とかかなほんまにそうかな、熊のぬいぐるみみたいって言われたの草やん。ほんと。東春夫さん具材ありがとうございます。サカピーさん、コバッキンさんこんばんは。サカピーさん元気です、今日も。ケンスケかわいい、ありがとう。隊長レインボースター2個ありがとうございます。ジャンさん、かおりさんのルームよりカウントありがとうございます。
らっしゃいまし。隊長、カップヌードル5個もありがとう。虹色さん、ダルマレンジャー、たくさんありがとう。新一、カウントありがとう。トキキーさん、こんばんは。ありがとうございます。カツオさん、こんばんは。ありがとう。ドナルドさん、セミ、ありがとうございます。今日もうん、初めて知った滝山の夏休みも台風だったんで、そう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 や、夏休みのやつ撮った時も台風だったわ。で、あの八幡浜でのライブの時も結構なんか天気悪かったよね。でも雨はライブの時だけ止んだみたいな感じやったよね。八幡浜のあのマーマレード大会の時ほやろ。そっとさん、おしゃれなバーみたい、これ忘れとったわ、おしゃれなバーみたいなってるでしょ。よいしょ、いいでしょこれ。お、グッチフルじゃ、ありがとう。早いね、ありがとうございます。ありがとうグッチ。そうくんさん、ハートありがとうございます。嬉しい。そうくんさん、新一クラッカーありがとう。あ、リンネさん、昨日、あほんまにおめでとうございました。ごめんね、昨日夜遅くて。リンネさん、昨日お誕生日だったんだ、おめでとうおめでとうございます。そっか、リンネさん、今また歌うね、来年。やっぱ誕生日ソングは当日に歌いたいですね。特別感があるよね、誕生日だっていう。もう私の歌でそうなるかは分からないけど、また歌わせてもらいます。村上さん、いらっしゃい、ありがとうございます。あー、わかるような、コラボ。あー、素晴らしき世界に今日も乾杯。街で見かける笑い声も、あら、見て見ぬふり、なら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 、気が狂いそうだこれってサビどんなんやったっけ、逆にちょっとわかる。あ、おかむさんね、白いたい焼き美味しいよ、めっちゃセブンにあるやつ。ひろくん、プチ、お仕事お疲れ様、よしんこ、ありがとう。プチ、海道線五郎さん、こんばんは。こえぽん、せんみ、ありがとうございます。今帰宅お疲れ様。ひろひなさん、せんみ、ありがとうございます。お天気キャスターになってたら今以上に全国区な人気になってたと思う。本当、お天気キャスターさんめちゃくちゃ難しそう。あのアナウンサーさんってことよね。え、アナウンサーさんよね、お天気キャスターの方って。おひつりさん、だるまありがとうございます。ドゥドゥルドゥ、ストリートくん、こんばんは、ありがとう。スランプくん、こんばんは。86さん、こんばんは、ありがとうございます。さっきまでだらっとしたポーズ集ニヤニヤしながら読んでました、ありがとうございます。嬉しい。サガピーさん、フルー、ありがとう。今日もありがとうございます。台風心配ですね。排他的の MV 撮影で波が荒れていたのを見ましたが、あ、そうだったかもしれない。あの時も台風だったかもです。ものすごい風でびっくりしたんですよ。本当だ。お、ドームさん、カウントとフル、ありがとうございます。ドームさん、あ、本当、コンドルさん、うちは届いてましたか。ハルポンちゃん、よき。いや、ハルポンちゃんのさ、めっちゃ可愛くない、パンイヤメのやつ。めっちゃ好きなんやけど、あれ。アントワーヌさん、こんばんは。ゆういちさん、フル、ありがとう。ゆういちさん、今日も。おひつりさん、セミ、ありがとうございます。今日は天気が良かったのでイケメンのアルパカ見てきたよ。え、嘘、アルパカ見に行ってきたんですか。え、一緒の場所かな。子供のアルパカが可愛かった。そうそうそう、一緒だ、黒い子ね。そうなんだ、いいな、外で見れたのかな。いいな、いいな、ありがとう。ヨシプーさん、レインボースター3つ、ありがとう。
浅はかなヒーローさん、こんばんは。カウントありがとう。MJ さんもいらっしゃい。おさっぴーさん、レインボースター。もういつ、ありがとう。ローマ字のマサさん、バラに。MJ さん、具材。10個ずつありがとう。お、ぬくもりさん、フルしてくれてる。ローマ字のマサさんも。フル、ありがとうございます。きょもーん。ありがとう、ぬくもりさん。あやかさん、ありがとうございます。夜遅くに、あ、無音なんですか。書きましょうか。それはね、あやかさん来てくださってます。よいしょ。あやかさん初無音かもしれないですね。彩香さん、お疲れ様です。ひなパンマン、よし。待ってよ、どこまで読めた。あ、ここだここだ。ユッキーさん、セミありがとう。今日も、あ、リラックマさん、おくま、ありがとう。おくま、太古のくまだ、ありがとう。よっぴーさんもフル、ありがとうございます。今日もありがとう、よっぴーさん。ピルクルもフル、ありがとう。いつもスカパラダさん、こんばんは、ありがとうございます。台風さんも竹山ファンって言ってた。いや、もうそんなレベルで結構なんか鉢合わせしとる気がするな。ひらがな斉藤さん、こんばんは。イズキュン、拍手ありがとうございます。10個も。ケンスケフル、ありがとう。今日も宇宙旅行、寂しくなるわ。かわいい。寂しくない？だって何年もさ、家から離れるって大変よね。なんか家がそのまま行くとかやったらまだあれかな。そうなんですよね。お寺もね、大変ですよね、台風が来たら。そうだそうだ。あ、熊野義弘さん、ちょっとお久しぶり、ありがとうございます。スカパラナさん、クラッカー、ありがとう。ドゥドゥルドゥ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 ルドゥ。竹山の夏休みは車で移動中、寝てる間に台風通り過ぎたんじゃなかったっけって。そう、寝てる間というか、あれよ、寝よったんやけど、台風がすごすぎて、あの車が半分ぐらい傾いちゃって、あの橋の時にもうね、すごい止まるか止まらんかの瀬戸際やったんよ、その自動車道が。で、そこが止まらんけん、もう帰るしかないってなって、帰ろうと、無理に帰ろうとしたら、ものすごい風で浮いちゃって、ほんでキャーってなって、みんな起きて、もう死ぬかと思ったん、私。ほんで揺れながら、わーわー言いながら、しかも雨がめちゃくそ強くて、ほんでとりあえずパーキングエリア行こうってなって、途中のパーキングエリア行って、あの休憩しようとしたら、そこで、ほんで7時間ぐらいずーっとそこに待機になって寝てた、そこのパーキングエリアで。っていう、帰りがやけんね、ちょうど24時間ぐらいかかったよね。愛媛から新潟まで車で行ったから、12時間から13時間かかるよね、車で新潟まで。その倍ぐらいかかったね、ちょうど。にーん、草やん、降る、ありがとう。
ございます。ありがとう草やん。ということでその子にはくまたんとチェキに書かれています。草やはくまたんになったんですか。かわいいな、くまたん。でもくまたんかわいいな。お風呂行ってらっしゃい。ありがとう。 MJ さんハートありがとうございます。え、本当ありがとう、ケンジ。え、日曜日にトップ面の再放送するみたいです。あれかな、あの中田さんの時に出させていただいたかな。コウタロウさん、セミありがとう。大将さんにジージフルありがとう。大将さん過激少女見てますよ。めちゃくちゃ面白いよね。しかも今日私最新話見たわ。ちょうどバス停の話、あ、バス停の話めっちゃ良いですよね。いや私あれ泣いちゃったんだよな、バス停の話。お仕事行ってらっしゃい。みんな過激少女めっちゃいいぞ。あの過激団のお話のアニメ、さくらにおすすめされて見たんだよね。ジジのフル言ったよね。ありがとう。あやかさん、クラッカーありがとうございます。嬉しい。あ、何度でもずっとトゥルル。あ、コピーさん分かるような気がする、それ。うぅ、そんな感じよ。のーちゃん、月見バーガー3種類ってことね。おほやろ、3種類あるもんね、月見バーガー。すごくないそれ。あの濃厚とろーりチーズチキミみたいなやつ、月見みたいなやつと普通のやつと、もう一個あったよね。かんちゃんフル、ありがとうございます。ありがとうかんちゃん。じいじバラありがとうございます。排他的の MV って工場って空港の近く、え、工場空港の近くだっけ。え、そうやったっけ。空港近いんやっけ。タツさんありがとう、嬉しい。よいしょー。あ、どっちにしろ難しいね。気象予報士さんかお天気キャスターの方は難しいね。まーちゃんに村ピーさん借りたーん。うー、ありがとうございます。瞳を閉じて、あ、まーちゃんのフル何しようかな。いよーのーまーつと、瞳を閉じてか。瞳を閉じて君を描くよ、それだけでいい。ありがとう。てってれってて、ひなパンマングッズか。本当にでてれてて、て、あ、ここまでだね。ひでしさん、よっちさん、こんばんは。しんいち、ふるー、ありがとうございます。おー、お疲れ様。1回目のワクチン打ってきたんだね。そっかそっか。未来何度でもずっと食らいつく、この間違いだらけの世界のなってほしいんだよな。ダララダララララ、強く強くなりたいんだよ。僕が僕でいられるように。こんな感じやね。ちょっとだけ思い出したかも、コロボ。マダオさんフル、ありがとう、マダオさん。すごいね、ヒロくん。爆風スランプのサンプラザ中野くんさんは僧侶の免許を持っているんだって。すごっ。え、読めるってことかな、お経とか。
トンポーさん、カウントありがとうございます。スカパラダさん、カウントありがとう。今日のお供は業務用カルピス、すんごい大きいってこと、すごいね。ワンガンさん、セミありがとうございます。あ、え、そうなの？ iPhone 新しいの出るんですか？ MacBook はなんか小耳に挟んだけど、 iPhone も新しいの出るんだ。いや、私 12 Pro 買っちゃったから、最近しばらく買わないかも。ケンジフル、ありがとう。ケンジ、ロビンさん、カウントありがとうございます。ローマ字の。なかなかさん、こんばんは。ひなほちゃんがね、書く絵好き、ありがとう。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう。猫さん、みちゃおさん、こんばんは。ドナルドさん、フル、ありがとうございます。台風被害が出ませんように。台風に、台風に巨大ひなパンチ。いや、もうこれは吹っ飛ばすしかないね、台風を。ユッキーさん、フル、ありがとうございます。今僕たちはあの夏を越えてゆく、新しいスタートは初めての連続で。ありがとう。即答店さん、ありがとうございます。ライブ会場、山寺なのかなって。山の中にいる寺かってことかな。え、どうだろう。竹山と行く宇宙ツアーはさすがにお店休んで参加する。本当に宇宙ツアーやる？え、ヤマピー、私それ映画で見たよ、空飛ぶ家。え、違うよ、空飛ぶ家じゃなくて、なんかカール爺さんと空飛ぶ家みたいなやつじゃない？竹ポッパさん、セミとカウントありがとうございます。ピさん、こんばんは、ありがとうございます。雨がむちゃくそ強かったやって、バンクバーさん。お、大変。今は止んでいるのか。裏話強烈結構大冒険してるひなおちゃん、よく覚えてるなそれは覚えとる、さすがに。よしっぽうさん、よしんこありがとう。ひろひなさんに、ようちゃん、おさるさん、ふる、みんなありがとうございます。ありがとう。ひなおちゃん、お天気キャスターになってたら日本の晴れの確率がだいぶ上昇してたの逆に水不足になるかもしれんね、それほんまかな。サザエさんのダンスって何？そんな曲あったっけ。今日もいい天気、お魚くわえたドラ猫追っかけて、裸足で駆けてく陽気なサザエさん。ありがとう。あ、お猿さんのね、秋になると足のどこかしら怪我してしまう私のためによしんこ。なんで？お猿さん、よしんこ、なんか秋になるとすることがあるのかな。いや、そうなのよ、私もポップマスターさん、その過激だと思ってた。ひらがなでさ書いてるからさ、過激少女。いや、めちゃくちゃいいんですよ、話もすごいいいし、あの本当に、あ、こんな感じなんやろなと思う。あの歌劇団宝塚の方とかも。リラックマさん、フル、ありがとうございます。グエコニチュグエコニチュ、めっちゃ寄り目になった気がする。今 MJ さん、ほぼ2週とカウント、ありがとうございます。て、太鼓のクマいただいた？ちょっと待って、ありがとうございます。そうなのよ、猫さんめっちゃ面白いんよ。あ、そうなん？職場の人に勧められたって。待って待って、たどりますよ。あ、いないかも、太鼓の熊。
ワンガンボーイさん、ありがとう。太鼓の熊、ありがとうございます。いただいとる。ジージにケンスケ、バラありがとう。おひつりさん、小判に竹パパさん、クリー10個消えちゃった。カノンさん、ダルマレンジャーありがとう。ストリートくん、レインボースターありがとう。ジージーめちゃくちゃバラくれてる。ローマ字のマサさん、ハート。ヨシプーさん、レインボースター10個もありがとうございます。すごい。リラクマさん、ハートたくさんありがとう。めっちゃくれてる。ヤマピー、新しいクラッカーありがとう。スランプくん、ハート。コエポンさん、音符。オサピーさん、ウマありがとう。ローマ字のマサさん、音符。おひつりさん、かわいい、ありがとう。 MJ さんに、おさぴさん、ハート。ケンジ、お弁当箱ありがとうございます。コエポンさん、ダルマレンジャー固定。音符もありがとうございます。小判もだ、ありがとう。20、30たくさんありがとう。おかきさん、アイス1個ありがとう。あ、ハートもありがとう。 MJ さん、ハートありがとう。かわいいと、ありがとう。まーちゃん、小判ありがとう、たくさん。MJ さん、ダルマレンジャーありがとうございます。ローマ字のマスさん、ハート。カツオさん、レインボースター3つもありがとう。ヨウちゃん、めちゃくちゃ具材くれてありがとうございます。カップヌードル。 MJ さんもありがとう、カップヌードル。のりたま、かわいい10個ありがとう、すごい。やっくん、ダルマレンジャーありがとう。たくさんも、小判10個ありがとう。あ、クリト、すごい、ありがとう。ジョコも、よい。ルール。あ、精霊幻想記見てるよ、しんいち。めちゃくちゃさ、松岡さんだからか、ちょっと似とる部分があるような SAO と。でもめっちゃ面白い、精霊幻想記見てる見てる。クラッシャーのぶさん、こんばんは。あ、あ、ほんと？おー、ありがとう、ヤマピー。私のうちはヤマピーに届いてるみたい。花火、ありがとうございます。わーい、わーい、ありがとう。花火すごい、いつもありがとうございます。マジか、ありがとう、ヤマピー。わいわーい。ゆうきさん、カウントありがとうございます。ゆうきさん、あ、あやさん、本当ですか、ありがとうございます。配信者さんじゃ。しかも竹パパさんに紹介していただいて、歌聞かせていただいたんですって言ってくださった、ありがとうございます。何聞いてくださったやろ。ゆいさん、こんばんは。虹色さんに、フジモンさん、フォロー、今日もありがとうございます。あら、ありがとうございます。あやさん、すごい言ってくださってる。歌詞とても素敵で、あ、私のあれかな、あの作詞させていただいたやつかな。嬉しい、ありがとうございます。カノーさん、奥様、あ、カノーさん、セミに奥様フル、ありがとうございます。やっとの週末なのに台風が来ちゃうって。そうなんですよ、気をつけよう、みんな本当に。ててお、ひつりさん、フル、ありがとうございます。アルパカ毛を飼ってて、巨大なプードルみたいになってたことない？あれって毛を飼ってる状態なんですか？確かに短かったかも、毛が。あ、そうなんだ、足だけモコモコしてたよね。そういうことか。にゃにゃさん、いらっしゃい。ドワーフさん、いらっしゃいませ、ありがとうございます。てっちゃん、カウントありがとうございます。あ、ほんと、東京リベンジャーズも今週で最終回なんだ。どこで終わるんだろう、どうなんだろう。てるてるさん、フル、ありがとうございます。てるてるさん、
23時、そのソファーはニトリのソファーベッドなり。え、そうだったっけ、めちゃくちゃ前だから忘れちゃったな。でもニトリだった気がする。そうかも、コロボ。おやすみ。フェルナンデスさんもフル、ありがとうございます。よいしょ。ドラえもん、ドラえもん、宿題終わるまで家出るなって言われたけど、明日学校行けなくなっちゃう。それ本当に言っとったように聞こえるな。ほいな、言うてそう、伸びた。久しぶりに。ゆかしパパさん、ありがとうございます。ゆかうじパパさんかな。その日暮らしさん、セミよしんこ、ありがとうございます。ふみひこさん、ビッグママさん、こんばんは、ありがとうございます。ビッグママさん、あ、カツオさんも、私も12 Pro の白を最近買いました。え、私も白かもしれない、一緒かもです。え、シルバーだったっけ、白かシルバーだった気がする。リュウさん、フル、ありがとうございます。リュウさん、あ、気をつけます、明日の今頃台風ひどそうだからって。電波本当やね。あ、でもあれ光つないでるからどうだろう、それもダメか。あきえもんさん、セミ、ありがとうございます。風強いですか、気をつけて、お家入って。あ、本当、13はカメラ性能が上がったくらいなので、12持ってるなら買わなくても大丈夫。やっぱりあれかね、あの値段も高くなるんかな、12より。リアンチティさん、はじめまして、なんて読みしたらいいんだろう、はじめまして、リアさんかな。あ、コタロウさん、ほぼフル、ありがとうございます。インドネシア語は話せない、すみません、総理、すみません。なんか気になって入ってみました。つばっさん、はじめまして、つば、パ、バーよね、バッさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。武田ひなほと申します。そうです、ひなほさん、12プロです。え、めちゃくちゃいいですよ、使い心地。なんかサイズ感というか、なんかちょっと薄くなったんかな、なんかめっちゃいいぞ、いろいろ。リオさん、こんばんは、ありがとうございます。ワクチン2回目行ってきました。おー、大変、それはお大事に。リオさん、だるい、だるいって言ってる。ほんと、おさぴーさん、フル、ありがとうございます。ひなおちゃんより先に食べたかった月見バー B、 月見 B。 レオンくんのお散歩配信見ながらで、おつな味だったよって。え、今食べてるってこと、月見 B。 え、そうなんや、ヤマピー、それ見たことないな、空飛ぶ家見てみたいな。ガッコンさん、こんばんは、ありがとうございます。あ、あの夏を越えて聞いてくださったんだ、あやさん、ありがとうございます。今の自分にぴったりで感動しましたって言ってくださってる、ありがとうございます。あの夏を越えて聞いてくださったんだ、あやさん。まさくん、こんばんは、カタカナのまさくんさん、こんばんは。あ、隊長、お疲れ様です、今日もありがとうございます。無音だって、ちょっと後で書こうかね。ふみひこさん、カウントありがとうございます。たくさんフル、ありがとう、たくさん。あ、そういうことかな、ゆきさん、それ踊りのやつか、これの、サザエさんの、あー、これだ、お魚くわえたのやつや。私あのすごい、もうなんかめっちゃ変な動画を出したなって思う今。サザエさんなんかさ、踊ってみた動画出したくてさ、 YouTube でなんか流行っとるやんか、今も流行っとるし、
そういうなんかボカロとかなんか今流行ってる曲をめっちゃこうかっこよく踊るみたいな。でも私もう本当にダンス経験がなくて、もう今も全然ダンス踊ったことないし、あんまりだから踊れる曲ってなって、最初なんかめっちゃね、あのちょっといい感じのボカロの曲練習してたんだけど、これ無理だと思ってやめて、結局サザエさんになったよ。サザエさんはねめっちゃね簡単なんよ。あのお魚くわえたドラ猫をかけて、こんな感じなんよ。今日は楽しい、今日は楽しいってやるだけ。これもある、これなんかこんな感じのもあって、これ一瞬で覚えれるんよ。それは出したことあるんよ YouTube に。今非公開になっとるかもしれん。もしかしたらみんなにコメントなんかシュールだねって来てた。いやもっとかっこいいの踊りたいよ私も。あ、コメント消えちゃう。そろそろ締めないとね。しかも隊長とやっくんフルありがとう。ありがとうございます。あ、もう行っちゃったのかな隊長。いってらっしゃい、ありがとうございます。ライトアップで美白美人になってる。そうよ、下から照らしてんのよ。アントワンヌさんフルありがとうございます。久々の台風直撃だと強風と塩害かなの。あ、ほんとやで、農作物心配や。そういう時ってどうされ、なんかあるのかな、やることみたいな。大変じゃん。俺のボルサリーノさん、はじめまして、ありがとうございます。てってれて、タチノクラさんほぼフル、ありがとうございます。よ、令和の美人雀士、ありがとう。島川さん何の話しよったやろ。ありがとう。たまやー、ハンターさん塾お疲れ様、大変。来年のひなちゃんの誕生日頃にレインボースターひたすら貯めとくね。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あ、そうそう、あの SAO 劇場版の主題歌がリサさんなんですよね。しかもあの作曲されたのが綾瀬さんなんですよ。あの夜遊びの綾瀬さん、すごくない？そのコラボどんなんて、めっちゃ楽しみ。本当やね、150万ポイント本当にたくさんありがとうございます。いつも本当早い。あら、あやさんフォローしてくださってありがとうございます。ぜひぜひ、嬉しい、ありがとうございます。あら嬉しい。バンクーバーさんほぼフルとカウント、ありがとうございます。私は久留米の旗を織り、娘よ赤いたすきに、姉さんかぶりよ。私8歳の久留米の火旗織りでございますもんの。私合歳火旗織り織ります、とっさいの。ありがとう、久留米のそろばん踊り。エイジさんフルありがとうございます。エイジさん、アンアツさんこんばんは、ありがとうございます。この BGM はね、ひろくんかわいい行進曲っていう BGM です。ハラメタルフルありがとうございます。今日も悩んでる体がつくて、指先は凍えるほど冷たい、どうした早く言ってしまえそう。ありがとう、タロケルさん、セミありがとうございます。今日北海道の、あ、なんだっけそれ、なんたらこまきキャラクターグッズが
金賞で当選してご機嫌って、すごっ。どんなキャラクターなんだろう。バリンチョさん、こんばんぶー、ありがとうございます。のりたーま、おかむさん、フロー、ありがとうございます。私の世界、夢と恋と不安でできてる。でも想像もしないもの隠れてるはず。空に向かう木々の、やった、プラチナ。レイのカップヌードルソーダですが、シーフードが激まずらしいので気をつけてください。やだー、そんなに美味しくないの。そうなんや。ゆうくんさん、ほじゃろ、ありがとう。ワンガンさん、フルー。ワンガンボーイさん、ありがとうございます。娘が七五三、おめでとうございます。家族全員着物になりました。緊張する。みんなで着物着たんですか。めっちゃいいじゃん。カクカクのクマいただいた。ちょっとお待ち。バリンチュさん、カウントありがとう。モリモリさん、ありがとう。シュウケイさん、こんばんは。そう、いや、サザエさんに着地したのはなんか調べた時に、なんやっけ、よくおじいさんとおばあさんが朝よく集まって、あのラジオ体操する動画を見つけたんよ。ほんならそれいっぱい見よったら、なんかね、あのサザエさん、朝そのサザエさんの曲を踊るっていう回があって、そのおじいさんとおばあさんが、でそれで見つけて、あ、これなら踊れると思ったんよ。で踊ろうと思いました。おすすめに出てきた。朝早朝におじいさんとおばあさんが踊っとるやつ見て、これやったらいけると思って。あ、残ってるかな。ちょっと復活させたいね、あのサザエさんダンス。それいつきゅう混じってる混じってる、それ、いろいろ。稲尾ちゃん、舞踏は習ってないんですよ。踊りね、三味線と民謡だけ。三味線言うても2年ぐらいしかしてないけどね、三味線は。あ、大工さん、カウントとフル、今日もありがとうございます。嬉しい、ありがとう。また歌いますね。あ、カツオさん、初フルだって、ありがとうございます。すごいね、ありがとう、カツオさん、すごい。勝負さん、いらっしゃい、ありがとうございます。ごえもんさん、フル、ありがとう。ごえもんさん、脳内放送、被害妄想、肥大症候群警報発令中、ドピア系、空を飛び越えて僕を迎えに来てよ。三千世界の遥か向こう、スターダスオーバーブロー。ありがとう。コッスンさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。コッスンさん、あれ、あ、日本舞踊か。あれ、舞踏会の舞踏会もそれやなかったっけ。舞踊か。ひろしさん、カウントありがとうございます。マササーティワさん、こんばんは、ありがとう。今日もよし、なら、オトムタイム行こうかな、今日も。ちょっと感想が。これめちゃくちゃいい色なんですよ、このいただいたリップ。めっちゃオレンジで。これ。ありがとう。潤いまして、いい感じに。今日のお供。それは、ででんでんででん。四季春茶っていう、春の、
あの台湾のお茶で前に飲んだやつの違うバージョン、前なんだっけ、なんていう名前だっけ、前の前飲んだやつ、ウーロン茶みたいなやつ、これを飲みたいと思います。お花が可愛いね、なんかパッケージがすごい可愛い。あ、そうや、東方美人茶だ、前飲んだやつ、そうだそうだ、これは四季春茶、春のお茶かな。なんかすごいパッケージと色がもう一緒でめっちゃ可愛いね。なんかあ、ちょっと匂い緑茶っぽいね、普通の緑茶って感じの匂いがする、飲みやすそう。ではお供ある方乾杯。うん、美味しい。うわー、なんて説明したらいいんだろうな。ちょっとね、ジャスミン茶っぽい渋みがあるかな。ジャスミンではないんやけど、味はちょっと渋みのある。でもそうそう、お花のね味がするというか、お花の匂いがするね。ちょっと蘭の花のような華やかな香りとすっきりした味わいやって、あ、飲みやすいこれ。これ期間限定なのかな、普通に買いたいなこれからも。うん、美味しい。説明難しいよねって、そうなのよ。そうなんよ、ほんとなんか緑茶のみたいな渋みがあるけど、それよりもっとこうお花のなんか匂いがする、すごいいい香りがする。系統はウーロン茶、いや違うと思う、ウーロン茶じゃないと思う。なんか緑茶っぽいというか、ジャスミンティーっぽいなんか感じかな。ジャスミンではないんやけどね。竹子さん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。竹子さん、こっちの方が好みだった。あ、ほんと2つ飲んだんだね。音がいいでしょう。四季春茶じゃないって。なんかでもね、これね、読み仮名振ってくれとんよ。四季春なんだって、これ。四季春茶らしいですよ。ハルポンにも飲んでほしいね、これ。春茶だから。ではあ、そうだ、ギフト読ませてもらおう。お、たくさん小判に栗ありがとう、10個ずつ。おひつりさんも栗ありがとう。たつのくらさん、ローマ字のマスさん、ハートありがとう。 MJ さん、いすずさん、ハートありがとう。ジージーバラありがとう。いずきゅんさん、だるまレンジャーありがとうございます。ローマ字のマサさんもだるまレンジャーコピー。あ、竹パパさんがカクカクのクマくれとった、ありがとう。ペコリありがとう。おさぴーさん、花束ここありがとう。こえぽんさん、かわいいみつ。 MJ さん、クラッカーありがとう。猫さん、猫に小判ありがとう。ローマ字のマスさん、レインボースターありがとう。おひつりさんもレインボースター2個ありがとう。やっくん、花束10個。津田ひろふみさん、具材たち10個ありがとう。虹色さん、尊いありがとうございます。エイジさん、かわいいありがとう。あ、終わっちゃったね。よいしょ。たくさん、レインボースターありがとう。 MJ さん、ハート。ワンガンさん、ダルマレンジャーに、のりたまバラありがとう、たくさん。こえぽんさん、パチパチありがとうございます。たくさん、すごい、10個、20個もろてる、ありがとう。ひろふみさん、具材ありがとう。さとまささん、花束に、いいねありがとうございます。ワンガンさん、クラッカーありがとう。ではランキング読みしていきたいと思います。
リッティ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 ン。何しようかな。今日はこのお話が出たのでこれにしよう。今僕たちはあの夏を越えてでランキングにします。今日もありがとう。13位、ジージーありがとう。ジージーいつもありがとうございます。お疲れしょ。12位、おひつりさんありがとう。おひつりさんありがとうね。今日も男女お疲れ様。11位、のりたまありがとう。のりたまたくさんありがとうございます。お疲れ様。10位、たくさんありがとう。たくさん嬉しいでございます。今日もありがとうございます。9位、ローマ字のマサさんありがとう。嬉しい、ね、マサさん9位、いつもありがとうございます。お疲れさま。8位、ワンガンボーイさん、おお、ありがとう。ワンガンボーイさん今日もありがとうございます。男女お疲れ様です。ラッキーセブン MJ さんありがとう。今日も男女ありがとうございます。明日はいい日になるぞい。6位、おさぴーさんありがとう。おさぴーさん6位、いつもありがとうございます。5位、タケパパさんありがとう。タケパパさん今日もありがとうございます。男女ありがとう。4位、ようちゃんありがとう。ようちゃん今日も京都てありがとうございます。お疲れ様。3位、あぼん、リラックマさんありがとう。リラックマさんたくさんありがとうございます。嬉しい。そして2位、あぼん、よしぷーさんありがとう。よしぷーさん止まるの。そうなんですね。びっくりした。今ね、シリが起動しちゃった。わしがありがとうございますって言うたら、そうなんですねって言われた。シリにびっくりした。もう私心臓止まったわ一回。では2位から、よしぷーさんありがとう。よしぷーさん今日もありがとうございます。すごい2位だ。そして1位、あぼん、こえぽんさん、おー、1位ありがとうございます。イエー、ありがとうございます。1位にこえぽんさんありがとう。2430名様たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。あー、びっくりした。めっちゃびっくりした。本当にお腹痛い。そうなんですね。もっとなんかなかったんかな。しかもなんかありが、そんなとんでもないですみたいな感じじゃないの。ありがとうございます。そうなんですね言うて。よし、では最後カラオケ曲歌いますので、何でもリクエストしてください。リクエストタイム、よーい、スタート。僕がここにいたこと、君とここにいたこと、最高の出会いに。ワイルさん、いってらっしゃい。ありがとう。こっちもびっくりしてたわ。そうよね、みんな止まったもんね、この曲。プラネタリウム、いいね。チャチャチャ、魔法の絨毯。あ、だんだん心引っ掛かれてく。オリビアを聴きながら、オリビアを聴きながらプライド。レレレレレ、カラオケでピエロ、明日への手紙。初恋サイダー、
オーケストラマリーゴールド、私の夜明け、月の雫、テルの歌、三日月、君に届け、明日も光へ、糸、プロローグ、誰もいない忘れな、オースサイン、ファンサー、部屋とワイシャツと私、コネクト、二人、木枯らしに抱かれ、ライジングホープ、イット、ベストフレンド、魔法の絨毯、ドライフラワー、夜にかける、散歩、初恋サイダー、あなた解剖、純恋歌、ここにしか咲かない花、アニマ、ハッシー AT 神戸さん、よしんこ、ありがとうございます。未来へ、右肩の蝶、パートオブヨーワールド、群章、送る言葉、366日よし決めよう、よいしょ、ビーズさんでギリギリチョップっていう曲があるの、面白い、よいしょ、今日はなんだかこれを歌いたいからこれにしようあ、ちゃんとリクエストいただきましたんでね